生ファラオのデカチャンネル、デカチャンネル、デカちゃん、どうも。ハチメツ T シャツ着た風呂上がりの石川と、まだ風呂入ってない東です。おお、草先生。草先生って何やねん。お願いします。草かないよ。今日は夜のはいハチミツハウスです、はい、今は最近はもう電気がもうずっと消えてる状態やな。1時半ぐらいですね今は、うん、夜中のね。あ、ごめん、草先生って言ったんはあのお風呂3日連続入らんかった日やったから、それから3日入ってんことない。草先生って、俺外で入ってん1回。え、1日入ってなかった日はあったけど。2日入ってなかったよ。いや2日入ってなくないよ。いや俺覚えてる。ごめん、でもこれごめんな、メディアで載っけてちゃうやん。ごめん。じゃあ2日目に、いや俺外でお風呂入って帰ってきたから今日も入ってないみたいになるなって言ったら、お前が草先生って言い出して、うこいつ今日も入ってみたいな感じ。あ、ちゃうでちゃうで、2日入ってへんかって、で外でお風呂入ったからここでチャラだから、ほんま2日でチャラなってんのに、あの風呂入ったのはこの3日目のここをここ入らへんから、完全にレッテル草先生っていうのはやられるねっていう話やってどうでもええ、どうでもええ、まあいいわいいわいいわ。まあ夜のハチミツハウスめっちゃ静かなんですよ。はい、フジテレビは静かです。静かですよ、うん、もちろんそんな僕らも騒いでないですからね夜は。うん、静かにしてるよ。静かにしてますよ、うん、で一緒に住んでるトミーケイシー、富里ケイシーは今ちょっと不在でございます、はい、なんか帰ってくる時間バラバラなんで、うん、まあまあ僕らもバラバラな時はあるんですけど、はい、富里ケイシーは朝帰りとかもすごい結構チャラ男でございますんでね、はいはい、あいつはちょっとな、確かに謳歌しとるな。謳歌しとる、謳歌しとる、青春を。なるほどな、薄めてない、まあまあまあ、薄めてない、まだまだな、あそらな、あでもまあ、ベッドとか部屋はなんか意外と、うん、出来上がって住みやすい、いい感じかなと思ってて、はい、うん、そうやったら今、ケイシー住んで何日目かやけど、1個確定したことがあります。はい、何ですか。クズですクズ、いやクズってか汚い面白いクズです、うん、あいつは。あ、掃除とかできひんから、まあ、僕らがやりますそれは。ケイシーはあいつは面白担当でもでもまあ多分気は使ってるんちゃう。いや多分めっちゃ使ってると思う。めっちゃ言うもんあいつ。いやちょっと汚い状態ですとか言ってけど全然やろうとせん。いやだからあれちゃうみたいな、またゴミ箱あれないやん自分のやつみたいな、その段ボールゴミ箱にして今やっといたらみたいな、あ確かにその作戦ありましたねとか言って、あじゃあこれにどんどん捨てていこうと思いますみたいな、ゴミ箱買った方がいいかなかわいいな、なんかそのまま出てきて無視したって言ってバレましたかって言ってちょっと検討しますあいつだからそのやるふりみたいなことばり言うねんな。かわいいな、めっちゃ言う。石川さん聞いてください、革命起きました、僕やっとサンダル買いましためっちゃ安いサンダル買ってきて可愛かったな、なんかあいつだからタオルもなんか貸してくださいみたいな、うん、あまだ買ってきてない、ね、そう最初の頃な、最初の頃貸してください、いや全然いいよって言って、うん、貸すんが何回か続いて、うん、毎回言ってくるね、まだちょっと買えてなくて、うん、サンダルとあタオル買わないとダメだなとか言って、うん、それ何日か続いて、うん、でやっとサンダル買って、うん、ほんでタオル買いましたみたいな言ってたけど、うん、なんか自分が持ってるハンドタオルみたいな、こちっちゃいやつずっと使ってる、頭に巻いてないですよあれどうなってんだよ。で風呂さ、あいつやで風呂3人でさバッて行ったらさ、うん、お前ちょっと遅いやん、あまあまあ、まあ、動き、そうやな、だから俺と富里結構先行くやん、もう全部終わって、うん、先帰っとくわみたいなんで、うんうん、でバッて帰ってて、うん、じゃあお前タオル貸してあげてたやん、タオル貸してた、貸してあげてたやん、あったあった、で富里とバッて帰ってきたら、やべ借りたタオル置いてきてしまった。そう。やっべ。俺が風呂上がった時に、脱衣所にタオルがもうボンって乱雑に置いてあって、そう。あれって思って。なってたやろ。これで返したってことなんかなと思って俺は、いやでもそれやったら言うよ。うん、そうやん。で、帰ってきた時に、やべ。
これ申し訳ないことしたなみたいな。そう、俺もやからピンときて、うん、あいつ多分持って行き忘れてんなと思って、これ持ってったろと思って、うん、これ持って出て、そう、んで、でもあいつは、うん、でもこれはダメだ、ちゃんとしないと、ちょっと僕タオル取ってあざさん謝ってきますってバーって出てって、バーって出てちゃう。で、あ、じゃあめっちゃちゃんとしてるわあいつと思って、うん、そういうのなんやなと思って、うん、で、バーってお前らが帰ってきたら、おーいみたいな言われてて、あれ、どうしたどうしたどうしたってなって、だから俺がタオル持ってあいつ、はい、あいつはなんか借りたタオル忘れるってどういうことやねんと思ってバーって出て、うん、待って見たらあの自販機で、うん、あの富里がめっちゃあのジュース買おうとしてて、うん、んで「おいお前」っつってバーってこのタオル渡したら「うん、すいませんほんとすいません」みたいな「こう取りに来て走ってきたんですよここ」って言ってめっちゃ早口で「取りに来て走ってきたんですけどちょっとあの喉が渇いてしまってそれ買ってたら「わ俺はクズだ」って言って。なんで音より喉の方が可愛いのか俺はって何言ってんの。帰ってきたら俺に石川さん僕やっちまいました僕が言ったのに喉選んだんですよこいつ何やねん。おもろいね。これあいつおもろいだけやねん。おもろいからカバーできてる。そう、あのおもろいクズです。お前そうそう、おもろいクズやで、ね、あいつ。おもろいなあいつ何回かあんな、おいってなった時におもろかったから、もう笑ってもいい。おもろいから耐えたっていう場面、う、うん、確かに富里はそういうやつやな。もうだってあのいびきもうるさかったら掃除機吸っちゃってください。掃除機っていうか普通にもう殺しちゃってくださいって言ってそんで掃除機吸ったもんな。言ってた。そう、あいつがその基本的にな、そう言うもん。だから住む時なんか嫌なことなんかないみたいな、うん、その、うん、同居人とかルームシェアしてて、うん、マジで嫌なことみたいな、うん、NG みたいなあったら言ってって言ったら、うん、あいびきだけちょっと厳しいっすねいびきだけちょっと厳しいっすねっつってて蓋開けたあいつが一番いびきかもんな。で、ってむっちゃうるさい。めっちゃうるさい。俺ら何もなったことないもんなそんな揉めたことない、うん、寝てて。いや、え、今日あれ見た、じゃあいつおもろさでカバーしたなんか、あのアラームバリ鳴るやん、あいつ。あ、鳴る。で、朝帰ってきた時とかも、うん、アラーム変な時間かけて、あ、なんか言ってたな。めっちゃかけてアラーム、うん、で、お前もちゃんアラームやめろやみたいな、もうマジ俺それで全部起きるから、うん、で、なんやろ、なんかあんたの俺でもちょくちょく起きてたもん。じゃあもうバッて消して、すいませんごめんなさい、消すの忘れてましたってまた寝るみたいな、うん、それがむっちゃめっちゃなるよな。めっちゃなるから朝起きてからあれやばいやん。あれ一撃目でさバッて起きてさ、あ、いらんアラームついてたんだったら全部バーって消してさもう一回寝たらいいやん、うん、いやあいつはなんか、うん、どういうことなあれ。いやじゃあ朝起きてで、うん、なんなんみたいな、それ、うん、アラームめっちゃかけて、いやあのなったら面白いかなって時間にかけちゃいましたいやからはってなって俺やってやっちゃったな。やったら面白い時間なんか起きれたらいいかなとかなったらいい時間にかけちゃいましたとか言って、何やねんそれって。じゃあ俺なんかチラッと聞いておもろかったけど、なんかもう無視したやつが石川に言ってたから、なんかもう一個言ってた、なんかもう一個言ってたやろ。言ってた。お前もうアラームやめてくれやって言ったら、あ、すいません、なんか今日ちょっと何の予定もないんですけどアラームいっぱいなんか適当にかけちゃいましたって言って何やだからそれとかバーって言って、もうなんか鳴ったら楽しいかなと思ったりとか言って、なんかもうめっちゃ言ってて何それってなって、何やねんあいつは。すごいな。うん、早く帰ってきてほしいな。早く帰ってきてほしい。おもろいからなおもろいね。そのドラケウォークっていうアプリを3人ともしてるんですけど、うん、そう、あいつがハマりすぎててな、そのもうかわいい、めっちゃハマってて、で、うん、ガチャが全然いいの当たらんくて、うん、やっといいガチャであの好きな武器が引けたんすよ、うん、あいつが、うん、でここでバナナ食ってて、うん、バナナ食って食い終わったあの皮を膝の上かなんか乗っけてて、うん、で「よっしゃあ!」って喜んだ時にこのソファーの上落ちて、そっから「ああ!」とか言ってもうバナナぐちゃぐちゃにここで潰して。ここもうバナナのもうダメですこれスタジオやのにスタジオやのに家っていう前にスタジオやのにもうしっかり染み、バナナを本邦初公開
これです。しかもさ俺もここ匂いがバリバリ。しかも俺知ってるけど、あいつやからもうほんまにそのだらしないから、はい、食った後ここ置いてたから普通に膝とかじゃなくて。でさ食ってここポンって置きよん。それでちょっと前に、うん、卵バーって食ってて卵の殻がバーって落ちて、で俺らがお前落とすなよみたいな、あほんま本当ですねすいませんみたいな言って拾ってて、じゃあ後日また卵食べた時にカンカンカンって落ちたら、あこれだからって、あこれここで前が一冊前は前はカンカンってやって落ちたら、これだから卵はダメなんだ。なんか卵の悪口ってもうどうしようもねえなこいつ。ダメだダメだ。いやもうこいつダメだ。お前やろ剥き方とか言ったらダメだ。これ卵ダメなんですよ。違う違う、そこでやれよ。何やねんあいつは。早く帰ってきてくれ。可愛がりたい。可愛がりたい。トミーさん。頭食べたい。それよりようわからんね。頭食べてあげなあかんから。頭食べたい感じはわからんね。あとここでヘディングずっと練習させてて、本物のあのプロサッカー選手に育てようと思ってる。あいつのヘディングが。どんな話してても絶対ヘディングするっていう。うん、そうそう。トミーヘディングって言った。はい。はいはい。下手くそ。いや、あれ上手なってきてるから。上手なってきてる。うん。江藤に近づいてきてるね、やっぱり。バルセロナ時代の。バルセロナ時代の江藤に近づいてきてます。ねて。なんか言おうとしてる。何トミーもうトミー一本でなってるから、うん、今日の動画はほんまトミサトや。トミサト、トミさんなんかちょ情報出しちゃう。トミサトのトミサトの情報、うん、あれ出せへんもんな。これ出してもいいねんけど。あいつ別にそういうやつじゃないやろ。確かに、何やろな。ライブとかでも言うやろ。多分まだまだあんだよ、あいつの情報。そうなったら出やんなんな。そうやな、出せって言われたら出えへんな。ちょっとまたじゃあ、 あの富里の情報を貯めて、はい、進捗はちょっとちょくちょくね、こうやって出していこう。なんそうやな、うん、じゃないと、うん、もったいないから、もったいない。あ、知ってもらわんと、あいつ知ってる方がおもろいな。あとあいつリアクションおもろいから、バリおもろいな。めちゃくちゃリアクションおもろい。そのあの掃除機ですっていびきうるさいから、うん、掃除機で僕らが吸う動画があるんで、それは他の動画でありますので、はい、見てください、はい、あとベッドがベッド組み立てたやつも見てください。はい、はい、ありますんで、はい、またよろしくお願いします。夜のデカチャンネル、はちみつハウスでした。あるしゅーデカチャン、高評価チャンネル登録してくれてもいいんじゃねえか。